結婚1年目を迎える結婚記念日、夫から離婚を突きつけられたイッチ。夫は、記入済みの離婚届を置いて、イッチの親友と共に姿を消してしまう。一人立ち直ろうとするイッチの元には、住所が記載されていない一方的なハガキが、二人から送りつけられていた。二人が行方をくらました10年後、イッチは二人と再会。今、イッチの本当の戦いが始まる。再会した私を見下す元夫と元親友に、今は社長夫人だと伝えた結果、私は10年前に人生のどん底を経験した。あの時は本当に人生が終わったと思った。人生が終わった？そんなに簡単に終わるわけねえだろ。現に今こうやって書き込んでるじゃん。受験失敗とか失恋とか、俺も失恋で人生が終わったと思った時があったわ。よし、語っていけ。今なら時間がたっぷりある。元夫がひどかった。しかも彼は一人じゃなかった。私の親友と一緒に逃げた。いわゆる駆け落ち。二人の関係に全く気づかなかった私もバカだけど、ひどい裏切りだった。二人は周到に準備を重ねて、ある日、忽然と姿を消したんだから。え？夫に逃げられたのか？それは辛かったな。しかも相手は親友。小説にできるんじゃないか？親友はどんな人だったの？昔から人のものに手を出すような人だったの？夫がどんな奴だったのかも知りたい。ちょっと詳しく書いてくれ。話を聞いてくれるとありがたい。振り返ってみると、親友と思っていた彼女は、親友でも何でもなかった。彼女はとても可愛い顔立ちをしていたから、小さい頃から周りにチヤホヤされていた。時代もあるかもしれないが、周りの反応は結構あからさまで。心ない言葉を言われたりもした。私は外見も太めだし。彼女は自分の可愛さを十分に分かっていて、いつもお姫様のような振る舞いをしていた。彼女は私に特別意地悪をしてくることはなかったけど、いつもなんとなく見下しているような感じはあった。イッチは地味な顔で太めだけど、きっとイッチのことが可愛いって、言ってくれる人もいると思うよ、なんて常々言われていたから。でもそんな彼女は、高校を卒業後、東京の専門学校に行くために上京。私たちが育った町は地方の田舎だったから、彼女はそんな田舎から、早く出て行きたかったようだ。東京に行って芸能人になるんだ。そしてかっこいい男を見つけてくる、なんて言って、キラキラした顔で旅立って行った。彼女が同じ町からいなくなって、私はなんだか目の前が明るくなった気がした。同じ女性として、魅力的な人がいつもすぐそばにいて、比べられる生活は、なかなか辛いものだったから。彼女がいなくなったことで、ああもう比べられることはないんだ。と、安心した私は、地元に残り地元の大学に進学。卒業後は高校で英語の教師として働き始めた。そしてそこで元夫の王と出会った。王は私よりも5歳年上で、旅行会社に勤務している男性だった。私が学校の修学旅行を担当したことで、王と仲良くなり交際。東京出身で、この地域に転勤できたそうで、全国に転勤のある仕事だから、いろいろな地域に行けるのが魅力的だと言っていた。私は王と交際を始め、1年後に結婚。狭い田舎だから、私たちの結婚は瞬く間に広まって、いろんな人がおめでとうと言ってくれたのも、本当に嬉しかった。でもそんな幸せいっぱいの私に、突然降りかかってきた不幸。まずそれは親友がいきなり地元に帰ってきたことから始まった。専門学校を卒業後、働きながら芸能界デビューを夢見ていたらしいけど、現実はなかなか厳しいもの。結局挫折してしまったとのことだった。夢も叶わず仕事もうまくいかず、それで貯金が尽きた親友は地元に帰省。しばらくゆっくりするわ。花嫁修行でもしようかしら、なんて悠長なことを言いながら、実家でダラダラと過ごし始めた。また彼女との生活が始まる。そのことで少しうんざりした気持ちになったけど、私は結婚して夫がいる、と思うと、気持ちを強く持てた。彼女より先に結婚した。そんなおごりも多少はあったかもしれない。だって彼女は私が結婚したことを、本当に羨ましそうにしていたから。一気結婚したんだって？夫がイケメンだって聞いたわよ。転勤先についていくとか聞いたけど、どこに行くの？今度の転勤先は東京でほぼ確定だって。本社勤務になるみたい。本社勤務ってことは将来有望なんじゃない？仕事もできる男ってことね。収入もいいんでしょ？そこのところはよくわからないけど、彼の仕事は全国転勤があるから。また数年後には、どこか別の支社に移動するかも。あちこち行くことになるかもね。へえ。いいわね。いろんな地域に行けるなんて憧れるわー。こんな感じで彼女は私の結婚を羨ましがっていた。
でも私のこの幸せは、もろくも崩れてしまった。ある日、その日は結婚記念日だったため、頑張って美味しいものでも作ろうと、早めに仕事を終え、帰宅した。テーブルの上には、ごめん、俺のことは忘れてください。と、書かれた手紙と、離婚届が置いてあった。本当にいきなりだったから、何かの冗談かと思った。でもその手紙を私が読んだ時には、すでに夫は私の住む町から姿を消していた。夫の荷物はすべて持ち出されていたし、なんと夫は会社も辞めていた。東京で私たちが住むはずだった新居も解約。電話をしても繋がらない。夫の実家にももちろん連絡したけど、何も聞いていないと驚いていた。忽然と姿を消した夫。どうしたのだろう。どこに行ったのだろう。私は混乱してしまい、どうしていいのかわからなくなった。けど、ここでまた、新たな事実に気づいてしまった。それは親友が実家からいなくなっていること。親友は荷物をすべて持って出て行ったようで、夫と同じく電話しても繋がらなかった。ここで私はピンときた。夫と親友は繋がっていたのだと。夫は親友と一緒に逃げた。駆け落ちしたんだ。その時証拠はなかったけど、きっとそうだと思った。それでもどこか夫を信じてしまう自分がいて、1ヶ月は離婚届が出せなかった。1ヶ月待っても帰ってこない夫に、ああ、私は捨てられたんだ。と、ようやく自覚し、離婚届の自分の欄に名前を記入。役所に離婚届を提出しに行ったのだった。急にいなくなったのか。跡形もなく姿を消すなんて残酷だな。こわー、その女何者？続きが気になるわ。離婚届だけ置いて、忽然と姿消すって、かなり計画的じゃないか。ろくでなしの夫だな。その時は予想でしかなかったけど、半年後、きちんと事実が判明した。二人はなんと連名で、私にハガキを送ってきたのだ。ハガキに住所は書いていなかったが、消印は北海道になっていた。そして二人はどうやら入籍したらしい。左手の薬指にはめた指輪を、見せつけるような写真を送ってきたから、なんて悪趣味なんだろうと思った。現実を突きつけられて、とても悲しくなった。大好きだった夫が、私じゃなくて親友を選んだ。しかも仕事まで辞めて、そこまでして親友と一緒になりたかったのか、私との時間は何だったのか、もう感情がぐちゃぐちゃになってしまった。そしてこの出来事は、瞬く間に小さな町の中に広まった。だから私は夫に捨てられた女として、親友に夫を奪われた女として、噂の的になってしまったと感じた。私はショックと同時に、周りの目も気になってしまって、家から一歩も外に出られない日が続いた。このままここからいなくなってしまいたい。私自身が消えてしまいたい。そう本気で思ってしまうほど、私の心は悲しみでいっぱいになってしまっていた。でもそんな私を嘲笑うかのように、二人からは毎年ハガキが届いた。二人はその時住んでいる地域から、ハガキを送ってきて、幸せそうな笑顔を私に見せつけてきた。趣味悪い幸せ自慢。妻や親友を傷つけておいて、よく平気でいられるな。仕事辞めて何してるんだろうね。本当に趣味が悪いよね。まあただの幸せ自慢なんだと思うけど、他に自慢する人がいないのかよ。私も突っ込んでやりたくなった。元夫は別の旅行会社で働くことになったようだ。彼の元同僚だった人が調べて教えてくれた。駆け落ちの準備をしている時に、転職活動もしていたらしい。本当に計画的に、練り上げられた駆け落ちだった。二人は彼が転勤した地域から、必ず私にハガキを送ってきた。もう送ってくるなって、文句言ってあげたかったけど。奴らはいつも住所を書いていないから、何も言えず。そのうちだんだん私の心の傷が癒えてきたから、奴らのハガキを見ても何も感じなくなったし。むしろ数年後からは、ある理由から、奴らのハガキが楽しみになった。一気立ち直ったんだな。辛かっただろうによく頑張った。ほんとだね。本当によかった。二人は本当に幸せなのかな？謝罪の言葉の一つも書いてないんでしょ？人の不幸の上に、幸せは成り立たないと思うんだけど。当時は本当に落ち込んで、もう立ち直れないんじゃないかと思った。けど、周りの人たちが、私を救い出してくれた。まず職場の人たち。本当は転勤についていくつもりだった私を、引き続き採用してくれた。そして私の教え子たちが、私を心配していろんなメッセージをくれた。先生大丈夫？私たちはまた先生の笑顔が見たいよ。このまま先生が学校にいてくれるなら、それはとても嬉しいことだよ。って、教え子たちに励まされた。なんとも情けないけど嬉しかった。それに事情を知る近所の人たちも、私を心配してくれた。
好奇の目にさらされてるかもしれない、あれこれ噂されているかもしれない。そんなことばかり考えていたけど、私が思っていたより世間は優しかった。だから私はここで踏ん張れた。みんなが見ているから頑張ろうって。そんな風に頑張っていたら、あっという間に月日が流れた。そして10年ぶりに、私は奴らに会うことになった。私を裏切った元夫と元親友に。二人は毎年私宛にハガキを送ってくるのだが、今年の手紙には二人の写真とともに、久しぶりに里帰りします。会えるのを楽しみにしているね、と、メッセージが添えられていた。そしてハガキに書かれていた予定通りに、二人は堂々と里帰り、私は元親友の両親とともに、彼女の親戚が経営している小料理屋の個室で、彼女たちを出迎えたんだけど、会った途端、二人の嫌味が私を直撃した。一気久しぶり、待っててくれたの？まあね、10年ぶりだね。そうね、まさか本当に、一気がここにいるなんて、そんなに彼に会いたかったの？彼はもう私の旦那さんなのに、もしかして彼が自分の元に戻ってくるとか期待した？え？マジ？ずっと俺のこと待ってたってこと？すごい執念じゃん。怖い女だな。お前なんて一生独身だろ。私たちいつも旧姓のままでハガキを送っていたけど、名字変わってたりする？いや、名字はそのままだけど。やっぱり名字がそのままってことは、一気独身なんだ。40歳になった今でもまだ独身ってやばくない？そんなに俺に未練があったってわけ？一気の10年は、寂しいもんだったんだね。俺たちだけ幸せになってごめんな。確かに憎い二人ではあったけど、あれから随分と長い月日が経った。だから今日は笑顔で挨拶してあげよう。そう思っていたのに。私を見下す二人の発言に、内心イラッとしてしまったよ。だからつい大人げないことをしてしまった。もうあれから10年経つのね。確かに10年間いろいろなことがあったわ。私たちは彼の転勤で、いろいろなところに行ったわよ。私たちの幸せが詰まったハガキ届いたよね。そうね。ハガキありがとう。あなたたちの状況がよくわかったわ。じゃあお返しに、今日は私のアルバムを見ない？私の10年間の歴史がここに残っているから。私はそう言って、手元に持っていた iPad を開いた。どうせつまんない写真ばかりでしょ？独身女のアルバムなんて見ていられないわ。これは私が夫と共に、カナダに行った時の写真。こっちはオーストラリアでしょ。そしてこっちは子供が生まれた時の写真。あ、これはロンドンで二人目を出産した時ね。新居が完成したから、その時の写真もあるのよ。新居は夫のふるさとのカリフォルニアにあるんだけど。え？何の話？だから私の10年の歴史を話しているのよ。そう言ったでしょ。夫って聞こえたぞ。一致結婚していないだろ？名字そのままじゃん。ああ、私の夫は外国人だから。国籍が違うから私の名字は変わらないのよ。はい、妄想。そんなの嘘でしょ？お前、独身だからってそんなに絵を張って。いい大人が妄想話を堂々とするはずないでしょ？写真を見れば本当だってわかると思うけど。それに、私の夫、今は父親の会社を継いで社長なのよ。そう言って私は二人の前に iPad を突き出した。そこには私の言う通り美しい海外の風景が、そしてその中で私が夫と一緒に笑い合っている写真。子供たちが生まれて家族が増えていく写真。写真に映る紛れもない真実を目の前にして、二人は目を丸くしていた。一致結婚してたんだ。よかったよかった。しかも外国人の夫に海外で撮った写真って。一致の生活は大きく変わったんだな。これぞ復讐の鏡、社長夫人一致。ずっと黙ってくれてる彼女の両親は、どう思ってるんだろう。気になるな。実は縁あって再婚して、今は海外に住んでいる。私はあの後地元で教師を続けていたんだけど、仕事で偶然外国人の夫と知り合うことになって、あの悲劇から3年後に結婚。夫は世界中を飛び回る仕事をしていたから、私も夫についていろんな国を回ることになった。世界は私が思っていたよりも何倍も広くて、いろんな人がいてとても楽しかった。そして5年前に念願の第一子が生まれて、2年前には2人目が生まれた。この10年間は、本当に目まぐるしく環境が変わったし、充実しすぎていて、あっという間だった。2人には信じられないことのようだけど、特に元親友は、悔しそうに顔を歪ませて私を見つめていた。いや睨んでいた。一気良かったじゃないなんて言っていたけど、方がピクピクしていた。じゃあ今は海外に住んでいるんでしょ？今日はわざわざ帰国してくれたってこと？そうね。大事な用事があったから一時帰国したの。明日にはもう帰らないといけないんだけど。じゃあもうこの町には帰ってこないでくれる？一気は地元を捨てて海外に行くのよね？私たちこれから、
こっちで暮らすつもりで帰ってきたんだから。え？そうなの？そうよ。私はこの家の長女なんだから、家を継ぐ義務があるのよね。そろそろ家を継ぐ時期が来たんじゃないかしらって、そう思って帰ってきたのよ。へえ。でも王さんの仕事は？王さんこそ東京の家を継がなくていいの？俺はまたこっちの旅行会社で雇ってもらうさ。経験豊富だから戦力になるだろ。それに家は俺の兄が継いでるからな。だから俺がこっちに来てやったってこと。一気ってば年老いた親を置いて、すぐには駆けつけられない海外に行くなんて、親不孝な娘だったのね。二人は両親のことを持ち出して、なんとか私を劣勢に追い込もうとしてきた。けど私はこの時点で、もうおかしくて笑い出してしまった。なんだよ、何がおかしいんだ？そうよ、何よ、自分が海外に住んでいるからって、マウントを取っているつもり？でもその生活のために一気は親を捨てるのよね。ああ親不孝な娘って最低。父さん母さん私は一気とは違うから、今後は私たちが面倒見てあげるからね。お前たち何勝手なことを言っているんだ。そもそもお前たちに面倒を見てほしいなんて、一言も言ってないぞ。そうよ。あなたたちが駆け落ちした時から、もう私とお父さんはあなたと親子の縁を切ったのよ。それに急に帰ってきて同居するだなんて、同居する家なんてないのに何言ってるの。え？家はもうとっくに売却したんだから、同居なんて言われても困るわよ。もうあなたの家じゃないんだから。そんな、私が両親を捨てるはずがないでしょ？あんたたちに傷つけられて私が辛かった時、そばで支えてくれたのは両親なんだから、私は一生二人を守っていくつもりなんだよ。それに、あなたのお母さんが言った通り、あなたが彼と駆け落ちした時、ご両親はこの狭い町に住みづらくなって、家を処分なさったのよ。そういうことだから同居は無理だ。あなたたちは早く帰りなさい。そんな、家がないってどういうことだ。明日から俺たちはどうすればいいんだ。私たち実家に住むつもりで家を手放してきたのよ。仕事も辞めてきたのにどうしてくれるの？私はこの家の長女なのに、何の相談もないなんてひどいじゃない。よく言うわよ、実家に帰省する気満々だったくせに。仕事もなくなって家賃も払えなくなって、どうしようもなくなったから帰ってきたんでしょ？全部わかってるんだからね、あんたたちの浅はかな考えなんて。親の面倒を見るなんて調子いいこと言って、一文なし夫婦の面倒を見させるつもりだったのよね。どっちが親不孝者なのよ。いやそれは、私が指摘した事実に、元親友はゴニョゴニョと言葉を濁すばかり。そう。実は親の面倒を見るなんてただの口実。二人は自分たちの生活を確保するために、ここに戻ってきたのを私は知っていたのだ。元夫は最初に勤めていた旅行会社を急に辞めた後、別の旅行会社に再就職。でもまた同じ業界内で就職したもんだから、彼のその後は元同僚がリサーチしてくれていた。どうやら元夫は新しい会社で、全く成果を上げられず出世からは、ほど遠い道へと進んでいったらしい。だから元夫はどんどん人口の少ない地方へ移動。さらには勤務時間もどんどん短くなっていって、かなり早いスパンで移動させられているのだと聞いた。どうやらどこの支店でも、お荷物扱いされていたみたい。だから私は幸せそうなハガキが送られてきても、ああ、これは演出なんだろうな。本当は結構大変なんだろうなってずっとわかっていた。そして今回、元夫が、ついにリストラ対象者になったことを知った。リストラされて収入がなくなった二人は、きっと彼女の実家を頼ってくるだろうと私は予測した。だって彼の実家からは、すでに絶縁されていることを知っていたし、前の会社で使い物にならなかった彼が、すぐに再就職できるとも思えなかった。だから私は一時帰国して、彼女の両親に二人の状況を説明したのだ。二人が彼女の両親の財産を、乗っ取ってしまう前に、すべてを終わらせてしまおうと決めた。すげえ用意周到だね。でも、一気わざわざ彼女の両親にまで、そんなに親切にする義理あるわけ？確かに、駆け落ちした親友の両親でしょ？自分の親ならまだしも。でも元親友の両親ってことは、それなりに付き合いがあったんじゃない？バタバタと準備をしたから、彼女の両親にはちょっと無理をさせたけどね。でも、彼女の両親、二人が駆け落ちした時に、二人の代わりに私の実家にまで謝罪に来てくれて、家を処分したお金を、慰謝料にと言って、渡してくれたのだ。私を捨てないで、二人の住む家に、私も連れて行ってよ。俺も連れて行ってくれ、何でもするから。二人は予想外の事態に顔を真っ青にしながら、両親にすがりついていた。きっと本当に困っていたんだろうね。住む家もなくなっちゃったんだから、かわいそうだなとは思ったけど、私は菩薩にはなりきれなかったよ。連れて行くのは無理よ。
ご両親にはご両親の生活があるんだから。そこをなんとか、家族でしょ？困っているんだから助けてよ。勝手に駆け落ちして、私たちの前から姿を消したのはあなたたちよね。しかも10年間送ってきたのは、幸せ自慢のハガキだけ。一度だって私やご両親への謝罪の言葉も、心配する言葉もなかったじゃない。それなのに助けてくれって、都合が良すぎると思わないの？大丈夫よ。あなたたちは二人だから頑張れるでしょ？私は一人残されたけど頑張れたんだから。もう二度と会うことはないと思う。さようなら。そう言って私は二人を振り切った。10年前に失った二人との関係。それを今度は私自らが断ち切った。これで、やっと全てがすっきりした気がした。思い残すことなく海外に旅立つことができた。その後の二人のことだが、質素な生活ながらもなんとかやっているらしい。昔の知り合いに頼ったりもしているらしいけど、二人の悪事はみんな知っているから。誰も助ける人はいないと聞いている。それでも私を裏切ってまで夫婦になった二人だ。ぜひとも頑張ってもらいたいものだ。ちなみに、彼女のご両親から受け取ったお金は、二人への復讐が無事済んだ後、彼女のご両親に返した。二人には幸せな老後を送ってほしいと思っている。そっか。辛かった時もあったけど、一致よく頑張った、お幸せに。親孝行しろよー。彼女の両親まで守った一致なら、親孝行しないわけがない？私がこれまで大切に築いてきた家族だもの。大切にそして楽しく暮らしていく。今回は、夫と親友に裏切られるも、そのどん底から必死に這い上がり、自らの力で立ち上がり、幸せをつかんだ一致。もしもあなたに一致のような親友がいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、日本人におすすめの移住しやすい国、第1位はフィリピン、第2位はカナダでした。